来年春に卒業する学生の就職活動が本格的にスタートしました。新型コロナウイルスの影響で学生優位の売り手市場に陰りが見えています。静岡新聞社が主催する新卒の缶詰合同企業説明会には、県内55の企業や団体のブースが並びました。僕は食品とかそういう関連の、職種目指してまして、そういった説明会とかをメインで、聞いて行ってます。会場を訪れたおよそ300人の学生は、黒いスーツに身を包み、採用担当者の言葉に熱心に耳を傾けていました。近年は学生優位の売り手市場が続いていましたが、新型コロナの影響で採用人数を抑える企業もあります。学生たちは会場での人数制限やオンライン面接など制約がある中で就職活動を強いられることになります。やっぱりオンラインが多くて、やっぱ対面がないのでちょっとよく分かんない部分もあるのはちょっと不安ですね。担当の人とやっぱり直接質問とかできるのでとてもいいと思います。新型コロナの影響が長期化し、学生にとっては手探りの就職活動となりそうです。